さんのいた町か。ジゼルさんが来たのは最近らしいし、誰か知ってるかな。あの、すみません。なんだい、お嬢ちゃん。20年くらい前、町にいた踊り子を知りませんか？20年とは、またずいぶん昔の話だね。こっちはだいぶ変わっちまった。東にある旧市街に行ってみなよ。あっちですね。ありがとう。行ってみます。どけよ、デカ土。デカ！おら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 ！ほげ！と、こんなもんかな。ライラ、何やってんだ。こいつ、悪さばっかしやがって。よりによって今日は母の像に落書きなんて。この方がいいかすって。その像は俺たちの希望なんだぞ。くだらねえ。ここには金もうまいものも何もねえ。こんなゴミために何の希望があんだよ。このなんか湿っぽい砂漠なのに。よし、カラッと元気にしてあげようじゃない。なんだ。さあ、踊るわよ。何やってんだあんた。どいたどいた。ライラ、落書き消しとくんだぞ。あれ今のなんだ。くるくる回ってたやつ。踊りのこと？あなた、初めて見るの？あれが、踊り。ライラ！じいさんだ。足が早いの。お
腹が空けば帰ってくるわ。それよりふふ、素敵な踊りだったわ。ありがとうございます。あんまり受けなかったけど。私たちは感動したわ、旅の踊り子さん。家で羽を休めんかね。アグネアって言います。お邪魔していいんですか？歓迎よ、アグネアさん。なんだかあなたに初めて会った気がしないの。おじいちゃん、おばあちゃん。ただいま、みんな。いい子にしてたかい？この子たちは。町の子供たちよ。私たちが面倒を見ているの。町には仕事がなくてね。親は遠くへ出稼ぎに出てしまうから。ねえねえ、新しい友達？かわいい。旅の踊り子さんだよ。みんなは初めて会うかな。20年前にもね、旅の踊り子さんが町へ来たのよ。クワニーさんっていう心優しい人でね。それ私の母です。ああ、やっぱりどこか面影があるもの。嬉しいです。母を覚えてもらってて。あの人だけは忘れられんよ。通りがかりのこの町に資材を投じ、物資を援助してくれて。町の者はみんな、あの人のことをまるで母のように慕っていた。そしてあの像を建てたんじゃ。この町の希望を忘れんように。あの像は母だったんですね。なんかすごく嬉しいです。当時ね、町に孤児の女の子がいたの。クワニーさんは
その子に踊りを教えてくれてね。その子、努力し続けて有名な踊り子になったのよ。有名な踊り子？失礼する。立ち退くよう言ったはずだが。君か。何度来ても答えは変わらん。わしらはこの町を失えば行くあてなどない。ここは私たちの故郷なの。どうか考え直して。この人、どこかで。我々は多額の金を支払い、この土地を買い上げた。あなたたちはそこに住み着く無法者だ。退去に猶予を設けたのは我が主の恩情だが、もう待てん。実力行使させてもらう。待ちな。俺の両親に手出すな。ライラ、買えんなデカブツ。もっと他に買うもんねえのか。こんなゴミみてえな町どうするってんだよ。ふん。他の者にも伝えろ。この先は実力行使に出ると。忠告したぞ。ライラ、ありがとう。ライラ姉ちゃん。畜生、だから言っただろう。こんなゴミために希望なんてねえってな。ライラ。ライラのやつまた家出か。町がこんな時に。甘やかしすぎだぞプラットさん。ライラも孤児なんじゃ。幼い頃に捨てられたのをわしらが拾い育ててきた。でもあの子は心を開かず、周りに迷惑をかけてばかり。ここに希望なんてない。いつもそういうの。私たちにはライラを幸せにできないのかしら。なんかほっとけないな。ライラを探しに行こう。
点だろ。この町、なくなっちまうのかな。ざまあ見ろだ。楽しいことなんか何もなかったぜ。楽しいこと。踊りだっけ。踊り気に入ってくれたのね。嬉しいわ。別にそんなんじゃねえし。私が教えてあげる。一緒に踊ろう、ライラ。はあ？あ、靴がボロボロじゃない。それじゃ踊りにくいね。よし、私が新しい靴探してくるわ。だから勝手に進めんなよ。いいからいいから、ちょっと待っててね。なんだよあいつ。よかった、新しい靴ぴったり。へえ、そうかよ。さ、始めるわよ。私に続いてね。ライラの番よ。何張り切ってんだか。できるわけねえだろ。いきなりそんな、すげえやつ。これは突き踏み、結構難しいステップね。でもライラならものにできる。わかったぜ、踊り子さん。俺をからかって笑う気だろ。そういう大遊びか。違うよ、ライラ。あなたのステップを見て感じたの。才能があるって。え？でも最初からうまく踊ろうとしなくていい。
まずは楽しむ。これ一番大事。楽しむ。さあ気を取り直していくよ。すごくいい感じ。あなたの踊り素敵よライラ。初めてだ、こんなに褒められんの。ありがとうライラ。は？なんでアグネアが言うんだよ。ライラが楽しんでくれてすごく嬉しいから。バカじゃねえの？月踏みができたらもっと喜んでくれるか。アグネアの踊りを見たとき、頭ん中の嫌なことが消えた。それで、ここがさ、あったかくなったんだ。おかしいかな、俺。ライラ。さあライラ、もう一回やってみよう。あれひいひいな、まるふやわしえな。あれひいひいな、まふやかわしえな。ひみなすからわしえな。ひみなすからできた。できたわ先生。月踏みをものにするなんて。あなたは努力したわ。誰よりも。ドルシネア。ありがとうございます、クワニー先生。あなたの踊りを見て決めたんです、私スターになるって。ばあさん。ライラ、踊りとっても上手ね。つい思い出したわ、ドルシネアのこと。ドルシネア、まさか母が踊りを教えた孤児の女の子って。そう、ドルシネアをご存知なのね。ここで先生と遅くまで練習してたのよ。あなたもいい先生に出会えたのね、ライラ。
ドルシネアは確かに誰もが知る存在になったわ。でも町の人はよく思っていないの。そしてドルシネアも町の人のことを。大変だ！町が！私、見てくる！俺も行く！なんだお前らは！忠告はした。この先は実力行使すると。やめろ！俺たちの町が。ドルシネアさん、ごきげんよう。されたゴミための皆さん、さあお掃除の時間ですわよ。スターだかギターだか知らねえがよ、ここがどこか忘れたのか、ドルシネア。はてね、すべて忘れてしまいましたわ。さあやっておしまいなさい、ベロニカ。丘の上から見物しますわよ、この素敵なショーをね。はっ。どうしてこんなこと。とにかくなんとか止めないと。俺も行くぞ、あいつらに一発かましてやる。ハイラ、本当は町のみんなが好きなんだね。でもここは私に任せて。ライラは子供たちを安全なところへ。アグネア、分かった、こいつらのことは俺に任せろ。頼んだぞアグネア。私の番。さて、よし、ここからだ。来た来た。
私の獲物だ。さあ、行くわよ。来い。行くよ。なればなる。まか不思議の舞。行くぞ。私の番ね。来た来た。よし。踊るわよ。いざ。は。世辞はいい。剣が錆びる。開演よ。こちらの番だ。どうしようかしら。やっかい。すごい。やっかい。オッケー。はっはっ。ありがとう。ここからだ。クライマックスよ。まか不思議の舞。このままじゃ傷を癒したま元気出たよ。さあ、いっくカバラーペコだ。私の獲物だ。ガオ飯にしよう。飯踊りましょう。私の獲物だ。はっ！おー！およ？はっ！いざ！私の番。おりゃありがとう。修行を始めましょう。踊るわよ。行くよ。いた。さあ、行くよ。はい、フィニッシュ。さあ、行く、行く。やった。行くぞ。ああ、あたしの番。いざ。はっ。さて、えい。立ち止まるわけにはいかない。無茶しちゃダメよ。こちらの番だな。行くわよ。はっ、それ。行くよ。はっ。そこ。助かった。
行くぞ。私の獲物だ。踊るわよ。よし。どうしようかしら。いざ。僕の誇りと共に。はい。ここからだ。行くぞ。踊るわよ。びっくりこいた。治療を始めましょう。ここからだ。私の番ね。行くよ。私元気出たよ。勝てばなる。まか不思議の舞。はい、剣が錆び。かかってこい。さて、はっやあたしね。見つけたわよ。あら、いつかの小さな踊り子さんじゃない。さては、私のサインが欲しいのね。こんな僻地までわざわざ、熱心なファンだこと。違います。調子狂うな。もうあなたを止めに来たの。この町を壊さないで。あら、どうしてかしら。ここは生まれ変わりますのよ。ドルシネアランドに。ドルシネアランド。いい響きでしょう。希代のスーパースターをたたえ、永遠に輝かす楽園ですわ。この土地の方々には栄誉なことよ。感謝してほしいわね。どうして。ここは
あなたの故郷なんでしょ。冗談はおやめなさい。笑えないわ。ドルシネアさん。認めませんわよ。はじめに覚えているのはただ一面の砂。親の顔も忘れてしまった。私はね、ここに捨てられましたの。その暮らしはひたすら惨めなものでしたわ。のみがたかったボロ布をまとい、食料を探す日々。でも好機が訪れた。この暗い吐きだめにキラキラと舞い降りましたの。皆から憧憬の眼差しを受けて舞うその輝く姿。私は心に決めましたわ。世の中を見返してやると。しばらくして、私は踊り子となり、旅先で大舞台を見ましたの。あそこで踊りたい、そう強く思い焦がれ、誰よりも努力しましたわ。誰よりも、誰よりも。いつの間にか私は誰より輝いていましたわ。そして駆け上がりましたの、光り輝く階段を。いいですこと、私は今や。今日まで練習を怠った日はないわ。輝き続けるためにね。みんなのきら星がこんなゴミためで生まれたなんて。絶対に認めなくてよ。いいじゃない。どこで生まれたっていいじゃない。本当のスターは誰かを不幸になんかしない。だってスターは。おしゃべりはここまでですわ。そこ、どいてくださる？この地を平らにしなくちゃ。誰の記憶からも消し去る、まっさらにね。私、解きませんから。強情な子ね。痛い目見ますわね。ベロニカ、やっておしまいなさい。
持ってみせる。この町のみんなのために。ライト、待っててね。行くよ。ライフスティールダガー。どうしようかしら。私の獲物だ。急いで。こちらの番だな。行くわよ。えい。ここからだ。さあ。ライフスティールダガー。さあ行こう。急いで。さて。私の番。ライフスティールダガー。いざ。よっ。行くよ。よし。オッケー、マグネア。どりゃー。どうしようかしら。ここからだ。大継承ブランドよ。こちらの番だな。踊るは一時悲しい。どきませんから。また不思議の舞。すまん。私の番ね。傷を癒したまえ。おや。中央城、ドレバンドよ。どうしようかしら。受け加減なしよ。いざ。これでも行くよ。ライフスティールダガー。私の獲物だ。さあさあ行こう。よっ、やるじゃない。おつきゃ。この手で。突撃弾。あたしの番。なせばなる。また不思議の舞。行くぞ。物のために。さばく。滅弾。さて。悪く思わないでね。さあ。みんな、急
一緒に。ごめんね。ほよ。よいしょ。ここからだ。私の番。ライブスティールダガー。来た来た。行くわよ。いざ。よし。ここからだ。娘に花を持たせるなんて、あなたも優しいわね。もうお下がり、ベロニカ。認めてあげますわ。アグネア、あなたには何かがある。ボンピャクの踊り手にはない、光り輝くものがね。ドルシニアさん、スターっていうのはみんなを幸せにする存在でしたわね。くだらないわ。私はみんなに認められるため、世の中を見返すために踊ってきた。自らの幸せだけを考えてきましたわ。あなた、クワニー先生の娘ね。お母様の言いつけをけなげに守っているのかしら。でも、ほんの少し、あなたに興味が湧きましたわ。
招待状。舞踏記の宴。大舞踏祭のメインステージよ。限られた踊り子だけが立てる。ね。そこで決着をつけましょう、アグネア。あなたと私、どちらが本当のスターか。ね。いいわ。望むところです。楽しみね。この地の処遇はそれまでお預けにしてあげますわ。ベロニカ、撤収よ。今宵お相手しましたのはドルシニア・ルーセル。次は舞台で待っていますわよ。ドルシネアを追い返してくれたんだな。ありがとう、旅の踊り子さん。皆さん、無事でよかった。おい、見ろよ、母の像が壊されちまった。俺たちの希望が。こいつもしけたつらしやがって、いつまでも下向いてんじゃねえよ。何言ってるんだライラ。希望ならここにある。俺がみんなの希望になってやる。ライラ、あのライラが踊ってる。嘘だろ。ライラ、
ワグネア、ありがとな。おかげで俺、大事なものを見つけられた。アグネアは、ここでなんか、見つけられたか。うん、見つけたよ、大切なもの。ばっかじゃ悪いからさ。踊ってるとここがあったかくなる。嫌なことが消えて頭がまっさらになって楽しさでいっぱいになる。素敵なフレーズね、それ。これからは俺がこの楽しさを町の奴らにも分けてあげてんだ。ライラ、ありがとう。なんでアグネアが言うんだよ。じゃあね。アグネア、またな、アグネア。またな。